皆さんこんにちは。パーソナルトレーニングジム、フィス大阪トレーナーの広瀬です。今回は慢性的な腰痛の原因とその解消法を紹介していきます。慢性腰痛がなかなか治らない原因は腰そのものに原因があるわけではないからです。結果として腰痛になっているのであって、腰が原因で腰痛になっているわけではないので、マッサージで腰周りを中心にほぐしたり、腰痛改善のストレッチで腰周りの筋肉を伸ばしてもなかなか腰痛は治ってきません。そもそも腰痛を引き起こす原因は胸椎の硬さと股関節の硬さにあります。本来体を動かした時に動くはずの胸椎や股関節がうまく動かないことによって、動かなくていいはずの腰が動きすぎることによって腰周りの筋肉に余計な負担がかかってしまいます。本来動くべき場所が動かず、代わりに腰が動きすぎることによって腰への疲労やダメージが蓄積されていき、腰痛を引き起こす原因となっています。腰にストレッチやマッサージを行っても一時的に筋肉が緩むことで症状は緩和されますが、根本的な改善には至らないので、今回紹介する改善エクササイズでは胸椎と股関節の動きが良くなるようなエクササイズを紹介していきます。それではまず胸椎の可動域を広げるエクササイズを紹介していきます。胸椎の可動域が狭まると体をひねった際に腰に負担がかかりすぎたり、かがむ時に胸椎が動かず腰の筋肉が引っ張られて腰痛の原因を作るので、まずは胸椎の動きを良くしていきます。膝と手を肩幅について四つ這いになります。顎を引いておへそを見るように背中を丸めます。背中を丸めたら地面に胸を押し付けるようなイメージで腰を反らして顔を上げ前を見ます。この動作をゆっくりと10回ずつ行います。このエクササイズを行うことで胸椎の前後の動き、屈曲と伸展の動きを良くすることができます。続いて一つ目と同じような姿勢になります。片手のひらを後頭部に置き、脇を閉じて肘を反対の手につけます。この状態から胸を開き、左の肘が天井を向くように体を動かしていきます。呼吸を止めずにゆっくりと動かしていきましょう。この動きを10回行ったら腕を変え、反対側も同じように動かしていきます。この2つのエクササイズをすることで胸椎の動きを良くすることができます。胸椎の動きを良くするエクササイズは腰痛の方だけではなく猫背の方にも効果的です。続いて股関節周りの動きを良くするためにお尻やももの筋肉を伸ばしていきます。お尻やももの筋肉が固まってくると股関節の動きが悪くなり、骨盤が歪むことで腰への負担を大きくします。お尻や股関節周り、もも周りの筋肉が使えなくなると腰が反りやすくなり、腰の筋肉が詰まることでかがむ動作をした際に腰への負担がかかったり、骨盤が後傾し歪むことで後ろに体を反らした時に腰への負担が大きくなります。今回はお尻の筋肉のストレッチを1種類と、ももの筋肉のストレッチを1種類、計2種類を紹介していきます。まず両足を伸ばして座ります。背中が丸くならないようにしっかりと胸を張り、体をまっすぐになるように座りましょう。片足の膝を曲げて伸ばしている足をまたぎます。両手を膝の外側に置き、体が左を向くように動かしたら膝を体に近づけるように
押していきます。このあたりが伸びたところで姿勢をキープし、20秒伸ばし続けます。20秒間ストレッチをかけたら、足を変えて反対側も同じように伸ばしていきます。背中が丸くなるとお尻が伸びづらいので、胸を張り背筋を伸ばした状態で座ったままストレッチをしましょう。最後にもも前のストレッチをしていきます。正座をして手を後ろにつきます。この時足首はしっかりと寝かせた状態で、足首をこのように立てずにしっかりと寝かした状態で正座をしましょう。背中の後ろに手をついて、少しずつ手を後ろに動かし、体を倒していきます。ももの前側にストレッチがかかったところで、動きを止め、そこで20秒間姿勢をキープします。途中で膝が浮いてきたり、腰が反りすぎないように注意をしましょう。今回は慢性腰痛の原因とその解決方法を紹介しました。本来腰はたくさんいろいろな方向に動くようにはできていないので、胸椎が固まったり股関節の硬さによって腰を動かさざるを得なくなった場合は、腰への負担が過度にかかり腰痛の原因となります。腰のマッサージやストレッチでは一時的な痛みの緩和にはなりますが、根本的な解決には至りません。慢性腰痛を良くするには、腰痛を起こす根本の原因である胸椎の動きや股関節の動きを良くすることが解決への近道です。まずは根本的な原因を解消した上で、腰痛の予防としてお腹やお尻のトレーニングなどを行っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。フィス大阪では全店無料体験、出張パーソナルトレーニング、オンラインパーソナルトレーニングを受け付けしております。概要欄のホームページをご覧ください。 Twitter、インスタもフォローしていただけたら嬉しいです。すべて概要欄に貼っております。他の動画もぜひご覧ください。